ちは。こんにちは。こんにちは。はい、今回大好評につき、はい、第5弾プロ野球チップストークいきたいと思います。このお菓子がないっていうのがな、開けて出るっていう、それを食べながらっていうのがいいじゃん。確かに誰が食ったんやろ。わかんないですよ、僕らではない。出演者は一つも食べてないです。食べてないです。はい、来ました。さあどうでしょう、これを。じゃあこれ2枚入ってますんで、はい、またいつも通りザコさんに引いていただきたいと思います。あ、あー、はいはい、こっち引いてほしいな。どうぞ。じゃあ豊さん、あ、さあ来ました。レアの初の説明を受けてくれてました。来ましたレアの選手、おめでとうございます。一番だって仲いいっすよね、豊さん。寿司、寿司、寿司屋行くとこ一緒だから。え、札幌で。そうなんすか。じゃあもう、あの札幌の空海ってあるんだよ、そこの大将面白いから。へぇ、そこを教えたらしいよ。寿司ですか。寿司、ホームラン打ったの寿司。すげー。ちなみにもう一人誰だったんですか。こちらソフトバンクホークス柳田選手ですね。おー、あー、いいね。引き寄せられたんじゃない。そうそう、だからまあ同じ店に行ってるし。そうそう、そういうことです。でもね、回るんだったら柳田が回って。まあ次回以降またあるかもしれないんで、この今回はレアード選手ということでお願いします。まあレアードはチャンスに弱いんだよ。おお、ホームランは打つけどソロが多いと。選手の一人だよ。守備は下手。どうすんだって。でもすごく性格のいい選手でさ、ファンサービスすごい。ファンサービスもいいし、例えばそのアリゾナでキャンプやるよ、レアードの家にみんな呼んでバーベキューやってリラックスさせたりだとかさ、そういうことができる選手だね。だからすごくあの愛くるしいというか、だからホームラン打ったら寿司とかやりますね。やるでしょ。もう寿司人気だから札幌で。まあ心を掴むのはうまいけど、もう少しボールを掴むのがうまくなる。ああ、うまい。でもお前らもこの握りって言ってるけど、レアでも教わってこう。いや本当に。でもバッティングはやっぱりこう魅力的な選手だよね。まあチャンスに弱いって言ったけども一発を秘めてるし、あとはやっぱこう外国人特有な春先に弱いんだよ。日本人ってさ、意外に真面目で開幕からベストで行くじゃない。でも外国人ってシーズンが日本より長いからベストではあんまり入ってこないんだよ。で途中からこう上げていくっていう選手が多いんだけど、やっぱそれじゃあね、日本ハムの戦力からすると苦しいんだよ。うん、春先からもベストで全開で行ってほしい一人の選手。うん、バッティングっていうのも魅力的だし、守備はもう少し上手くなってほしいけどね。まあ限界だろうね、あれがね。いやいや限界だと思うよ、はっきり言って。そして打撃で見せる選手ですね。打撃で見せる、はい、頭のいい選手ですね。読みとかもすごくいい選手だし、やりようによっちゃもっといい数字が残るかなっていう。俺もそう見てるけど、でも今のままではちょっと打てる外国人が来ると変えられるという。あ、まあキャラは立ってるよ。まあキャラは立つですね。人気ありますもんね。ちょっとラミレス選手に近いぐらいの人気ありますよね。ちょっとでもラミレスのバッティングはまたすごかったからね。すごかったですね。読みの人ですね。読みというラミレスも読み、レアードもどちらかというと読みの。カーブ打つのも、ちょっと半速球を打つの。へえ、あ、そうなの。うん、うまいな。年でちょっと違うけどね、勝負強さとか、はい、そういうのは違うけど、今年はダメだったね。2018年、はい、これはね、あんまり勝負どころでは打ってない。だから一つの日本ハムが苦しんだ点はそういうところにあるかもな。なかなか勝負強かったからね。そうですね。そこに続いていけばさ、得点力もアップしたと思うんだけど、でももっともっと数字が残せる選手、まあ大体数字的に言えば2割7、8分、ホームラン30本以上、100打点、これはできる数字だと。そうですね。どのぐらいの数字に出てます。これは、6月末までの、66試合出て251打数、得点18、58安打、本塁打14、打点35、打率が2割3分1厘ですね。そうですね、低いですね。やっと調子が上がってきたぐらいだよね。こっから行く感じですね、だから。打点を3倍にして42ですか。42、2打点でしょ、はい、今の打点が35ですね。35です、はい、やっぱちょっと少ない。やっぱホームラン打った3倍がだいたい打点の比率として目標としたらいいよ。ああ、なるほど。だから40本打ったら120打点ぐらいが勝負強いという、目安から言うとちょっと打点が少なすぎる。ホームラン数かけ3倍の打点を上げてほしい選手の一人。来シーズンはもうじゃあ期待ですね。期待はできますよ。ファンが応援するもん。いや本当に違いますからね。
はい、じゃあまたあの寿司屋で会った時、もし空海さんで空海さんで会った時ちょっと言っといてください。それまああの見てる人、はい、空海の大将にチャンネル出てるよって言ったら大喜びでした。おじゃあぜひ北海道の日ハムファンの方、そうよろしくお願いします、はい、その代わり大将調子乗んなよ。